ケマダラカミキリはカブトムシメハムシジョウカカミキリムシカに分類されるカブトムシ。カミキリムシの一種の種名であるとともに、ケマダラカミキリの一アシのア種名でもある。種名として使用する場合や種名として使用する場合ホームページに記載されているケマダラカミキリという名詞は二つの意味を持つ。ケマダラカミキリとは一つの種類の和名であり、その種の二アシの中の 北海道和種の型の和名でもある。誤解しないように注意する必要がある。ただし、北海道和種の和種名は、エゾケマダラカミキリとも呼ぶ研究家が岩手県にいる。全長は有志でやや大きく差があるものの、20ミリメートル前後。中型のカミキリムシ。体は黒色だが、上羽には、灰色や金色の反転状の毛の紋がたくさんある。 足名としての説明本種のもう一つの足である、道のくけまだらかみきりとの外観の大きな違いはあまり見られない。成虫は年に一回、4から7月頃に発生する。詳しい生態については分かっていないことが多いが、本種の一生は、食草である、ハンゴン草類、及びその周辺で過ごされるため、生息地から離れることは、まずない。そのため、未だ発見されていない、 たくさんの生息地でひっそりと本種が繁殖している可能性が高い。詳しい生態は不明なものの、成虫は4月の下旬、7月の上旬に見られ、交尾した後、メスは半ゴンソウの茎に散乱する。孵化した幼虫は半ゴンソウの茎内で過ごし、半ゴンソウの茎を食べて育ち、冬前にさなぎになると思われる。さなぎのままで冬を越した本種は、 次の年の初夏に浮かし、成虫となると考えられている。本種については、岩手県の昆虫研究家などが詳しい調査等の研究を行っている。植草は、ハンゴン草とされているが、その近縁種でも繁殖が確認されていて、外来種である大半ゴン草で繁殖している生息地がほとんどで、植草のハンゴン草とともに個体数が もともと少なかった本種が繁殖力が強く数の非常に多いオーハンゴン草を植草とすることで個体数を増したと思われる。亜種名としての説明をもにユーラシア大陸東部や北海道での分布となっている。ホノアが属するケマダラカミキリという種は2亜種に分類されていてそのうちの北海道に生息しているものがホ亜ア本州に分布しているものが 別亜種となっている。本亜種は生息地も多く、分布も広い。一方で、もう一方の亜種は、岩手県の広範囲、秋田県、新潟県、福島県のいずれも一部地域のみの分布となっている。ただし、岩手県以外での確認例はいずれも数例のため、ほぼ岩手県特産種となっている。また、岩手県では、県内の広範囲で見られ、 個体数もやや多く見られるため、希少種とは言えないようである。足名としての説明、ありがとうございます。